はい、コツの締め部屋へようこそ。今回はね、変わったものをご紹介したいと思います。はい、それが何か、こちらです。ダン、はい、出ました。出ましたっていうか相当昔ですけれどもね、はい、こちら何かご存知の方いますかね。これを知ってたらね、私と同世代か、もう本当近しい人ですよね。ようこそ。はい、こちらはね、桃太郎伝説。これはね、昭和の後期にアニメでやってたファミコンの桃太郎伝説ありますよね。まああれとはまた違うんですけれども、まあ、題材はね、昔話の登場キャラクターたちが出てくるんですけれども、それのね、こちら食玩なんですけれども、まあチョコって書いてありますけれどもね、桃太郎伝説チョコ。はい、でここ見てください。プラスチックモデル入り、はい、ということでね、こちらなんとプラモデルが入ってるんですよ。それがね、まあちょっとね、とりあえず箱を横を向けるとね、こういう感じでイラストが入ってて、でこちらはね、金太郎ですね。金太郎三条、はい、金太郎と桃太郎の2ラインナップ、はい、でね、これね、はい、こういうね、冊子っていうかね、まあちょっとした説明書っていうかね、瓦版みたいな感じ、いつの時代なんだっていう話ですけれども、はい、桃太郎放送支局っていうのが入ってるんですよ。でここね、ここ1番って書いてあるんですよ。これ何かって言ったらね、ここの小窓からね、番号が確認できたんですよ、何が入ってるか。で1番は桃太郎なんですよ。で2番が金太郎、はい、なのでブラインドではないんですよね。選べるっていう、かなりね、良心的ですよね。でそれの中に入ってたこちらですね、はい。まあ、こんな感じでね、すごいいろいろ書いてあるんですよ。懐かしいって感じで思ってくれてる人、ようこそ。お桃達紹介コーナー。お友達じゃない、お桃達で番付ベスト5とかね。であれだ、好きな学校の時間ベスト5、はい、1位給食の時間、2位休み時間、3自習時間、4体育の時間、5遠足。これは当てはまりますかね、皆さんね、はい懐かしいな。でこんな感じ、4コマ漫画もね、書いてありますね。でこちら後ろは説明書になってますね。桃太郎の組み立て方、これ意外に結構パーツ数あるんですよ。これ小学校低学年で組み立てることできたんだね、まあすでにガンプラとかはね、発売されてたんで、まあそんなに難しくはないんでしょうけれども、意外にあるんだよね。で今回これはね、私ね、中古で昔買ったんですけれども、それはね、今になってちょっと紹介させていただいたんですが、ただのネタ切りじゃないですよ、決してね。で、まあさすがにね、未組み立てっていうわけにはいかなかった。すでに組み立てられたものを購入しました。それをお見せしたいと思います。まあ、かなり古いもんなんでね、ちょっとね、ほんとところどころね、ちょっと壊れたり外れそうな箇所があるんで、ちょっと丁寧に扱っていきたいと思います。はい。ではこちら、はい、すごいね、いやーなんかもうシンプル、まあでも昔のって感じだよね、いやー塗装もね、2色ですか、白と赤しかないですね、それ、あ、白と赤と黄色か、いやすごいな。でこ
ちらはね、すでにシール貼り付け済みですね。すでにシールが貼り付けられた状態。これがちょっと外れてたな。で、ここ刀もね、こうやってちゃんとあるんで、これもね、ちゃんと鞘に収まるんですよね。こう、いいね。でもね、若干もうね、シールがめくれてきてるんだよね。さすがに粘着力がもうない。後ろにはね、この旗ですね、旗を取り付ける、ここですね。はい、こんな感じで取り付けます。はい、でこれで完成ですね。はい、桃太郎。この桃太郎はね、作中はね、普通の桃太郎なんですが、この変化テクターっていうね、セイントセイヤのクロスみたいなのをまとうんですよね。それが当時ね、すごいかっこよくて好きだったんですよね。でこれギミックがあるんですけど、ここに書いてある通りね、旗をね、こう旗の向きが違うか、こうか、こう旗の向きをね、こう下とか上にやると、腕が上がったり下がったりするんですよね。こうね、自動的に、手動的に。でもね、ちょっとね、動かないんですよ。なんかね、怖いんだよね。なんかね、バギって折れそう。だからちょっとできないです。本当だったらね、その旗を動かすだけで腕もね、上がったりするよっていう。で金太郎も同じですね。金太郎はあれか、首ですね。首を回すと腕が上がる。でバズーカ持ってますね。マサカリズーカ。そんなね、すっごい懐かしいものをね、今回はご紹介させていただきました。ということでね、とりあえずね、回転台座に回してみたいと思います。ぜひね、これを見て懐かしいと思った方はね、チャンネル登録してください。はい。こういうね、昭和レトロなおもちゃとかもね、手に入ったら紹介していきたいとも思ってますんで。はい。では、今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。